さあ今回も行ってみましょう2つあります1個目は重い話題2個目は軽い話題でございます沖縄県議会議員選挙がですね明日6月16日あるんですけどもこの女性候補キユ奈さんこれ物議かもしましたねところが本日投票前日なんですけども1点謝罪しましたところが調べていったら非常にね怖いこと信じられないこと彼女は言っております2本目これもどうでもいいですね軽い話題なんですけども嫌いな男性フリーアナとトップは誰でしょうかということで皆さん考えてくださいもう答えは 出てますけどもねさあ一本目なんですけどもこれね真剣にマジな話題ですよキウナさん明日6月16日選挙があります立候補しております立憲民主党ということでまあまあねこうやって活動してからまあ頑張っているということでまあまあこれはいいでしょうさあそしてね何が問題だったかと言いますとこちらになります6月8日にねこれ下の人なんですけども要はねこのキウナ陣営が選挙演説の時に展示ブロックまあまあこれもねどうかと思うんですけどまあこの展示ブロックに これ車を乗せて妨害してしいたとでこんな人間が平和がどうの困難って言っていいのかっていうこういうポストをしたんですがこれに対しまして木浦さん読みますよこうやって応援してるふりをして握手しながら動画撮ったんですねと端的に気持ち悪いですこうやって自分の動画が使われるのも吐き気がします顔も覚えていますし対応を考えますねと。 という問題がありました。で、これはね、うん、まあ、これ、木生ナさんの気持ちもわかるんですけども、要は、ほら、下の写真見てください。黒山の人だかりなんてことはないんですよ。誰もいないでしょう。で、この距離で動画とか撮ってたわけなんです。この、アップしてる主がね。で、動画撮りながら、頑張ってくださいと言ったり、握手をしたりしてますから、当然、木生ナさんとしては支援者と思うんですけども、一転してこんなもん上げられたもんですから、カチンと来てね、バーッと頭の中沸騰しちゃったわけですね。で、こういう形で、 対応を考えますねと言ったんですがこれが問題になっちゃいまして点字ブロック塞いで演説支援者を装って撮影投稿したんですけどもこの議員がね対応を考えますこれは脅迫にあたるんじゃないかということでドーンと取り上げられちゃったもんですからこれは喜友名さんと喜友名陣営もちょっとまずいと思ったんでしょうねだけどね騙し討ちの投稿に端的に気持ち悪いですこれはね正直言って分かるんですよでこれね投稿のうちもちょっとね問題はあると思いますよね遠目から移して 对，对，对 <noise>。<noise> <noise> さらっと上げるんであればよくあるパターンなんですけどもあれだけ前まで行ってね握手をしてで頑張ってくださいとまで声かけてるわけですからまあこれはキウナさんがカチンとくるのは分かるんですけどもただ問題はねキウナさんも対応しますみたいなことで、まあ、強い復調で出ちゃったもんですから問題になりましたで結果的には投票日前日の今日謝っちゃったんですよで、えー、まあ2つ謝る点はありまして展示ブロックを踏んでいたということについてこれはちょっと問題だったと確かにねこれキウナさんたちの なんて言ったかと言いますと、展示ブロックを踏んでるんだけども、そんなもんね。わー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 こうやって演説してるわけだから、これ目のね。これ不自由な方もそこはうるさいってことがあって避けるだろうと <laughs> 避けてくれるだろうと言ってるんですよ。で、これは明らかにおかしいですよね。で、もう一つは冷静を変え冷静さを欠いた乱暴な表現をしてしまったと、それについて反省してます。ということで、まあ、ここで謝ってね。で、これはまあ大した問題じゃないですから。これで一見落着ですわ。で、これでまあちゃんちゃんってことになるかなとは思っ。ていた なんですけどもでもどうですかねやっぱり沖縄の立憲民主の議員ですから非常に香ばしいですし極めて危険な状態にあるんですよ。で私ねこのキウナさんにつきましていろいろ調べていったんですけどもえー、っとねなんか妙なことがねなんか載ってるんですけどもこれ昨年の今頃なんですが。 沖縄県議会議員、喜友名智子、平和の中で生きる道を作るべきということで、なんかこれ妙な記事だと思いません右上見てください。北京のこれ、気温、天気予報が書いてありますし、バーッと見てもね、なんか日本のサイトではないって気がしませんかここで取材されて、彼女は載っているんですけども、はい、こんな形でございます。でね、まあ、これ、中国のね、まあ、チャイナメディアグループの、まあ、これ、記事なんですけども、あのね、こういうところに乗る日本の議員ってのは、 大抵ろくななもんじゃないです直近で言えばあの例の川口の沖野市長なんですけども彼も中国のこのメディアに載ってましたねでそこで何を言っていたか。 はい、私も動画あげましたけども、えー、多様性の時代であるから川口市というのはどん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 外国の人に来てもらうんですよってことで言っているとところが日本の皆さん理解がないんだというようなことを言ってニッコニコ笑いながら中国のメディアに載っておりましたこの木、ね、生ナさんも同じなんですよところが木、ね、生ナさんって恐ろしいことを言ってるんですよねさあ見てくださいまずね木生ナさんは政治的緊張が高まり沖縄での軍備強化が進む現状にちょっと待ってと沖縄での軍備強化は進んでいません もうすさまじい軍事力で、ね、攻めてきているわけでしょう、中国がそれに対しても最低限の防御をしようとやってるんですけどもこれね彼女たちに言わせますとなぜか日本が軍備強化しているというふうに脳内変化されちゃうんです大丈夫ですかね、こういう人が立候補してるんですよそして今の立憲の勢いで当選しようとしてるんです恐ろしいでしょう、でさらにねこの彼女とんでもないこと言ってるんですよ。 キな議員はこれについて国の外交力の低下と危惧を隠しませんその上で4月に沖縄県が地域外交室を設置した動きを取り上げここからですよ日本政府の唱える防衛力による裏付けのある外交に対し沖縄県は丸腰の地域外交を行う。 は目が点になりました沖縄県は丸腰の地域外交を行うそうです沖縄武力を持つ主体にはなり得ないと県民の多くはこれ嘘ですよ沖縄の島々が武力行使の手段に使われることもそのために、ね、攻撃の目標地点になることを望まないということを言ってるんですがどうです沖縄県民の皆さん大丈夫ですかねこういう今回の選挙なんですけども なんとなく自民の裏金がどうのこうのでじゃあ反対の立憲かなとそしてね立憲を普段なんとなく応援してる人も米軍の基地があって危ないとホワーンとねなんとなくポワーンと思ってる人がものすごくいると思いますよく考えていただきたいんですけども丸腰外交なんてありえないと思いますよでねなんでこういう意見をこの中国の媒体が取り上げてるかこれは中国にとって都合がいいからでしょ見てくださいこれ下はバーッとありますけども完全に向こう形質のことからわかりますよねということでキュ 私は、ね、危険だと思いますので今一つ明日の投票だね、これ沖縄県民の皆さんちょっと考えてほしいと思いますそして常々ね私は思っていたんですけども沖縄県の人たちに聞いてみたいんですよこのまんま日本国籍でいたいですかそれとも一国二制度の中国の傘下に入りたいですがどちらか選んでくださいという投票をやったらねどの程度の人がどっちに入れるんだろうかとものすごい興味あります。でこれでねそんな半分 以上の人が中国に入れるなんてことはありえないわけでしょ。だって 大多数が日本のままがいいと思っているはずなんですよところがそういう投票をすれば明らかに日本を選ぶんですけども今ねこのような危機が訪れてるんですでもねうまいことこの左派の皆さんさこれをね隠すわけですよね米軍がいて危ないとかね裏金がどうこといいですかそんな問題じゃないですよ今の記事見ましたねこれほど危険な人たちが立憲民主に入り込んでどっかの国とつるんでやってるんですよものすごい怖いことだと認識してくださいはいじゃあね あるい,話題いきましょう信用できない男性フリーアーナは誰だってことで3位武田真一に青い井実織ともう答え書いてありますねじゃあ第1は誰でしょうかってことになるんですけどももうね答えはこうですよはい宮根政治とダントツトツップ、ね、3倍の票を取っておりますえただまあこういうものっていうのはこれ政治家とまああの主張になってほしいと同じなんですけども顔をして。 ってるとかねまあそうやって順番これついてますわ言ってみれば東京都知事選挙と同じ顔が売れてるからってこと票入っちゃうんですけども ただね、宮根誠司がトップになってるってのはこれは納得できますわ、普通はね、はい例えば第4位、これ、羽鳥慎一って書いてありますけども、まあ非常に爽やかな感じで受けはいいんですが、これ、私生活というのはかなりっていうのはね、暴露されちゃったりしてます、で普通はそうでしょう、表に出てるときは爽やかな顔してるんだけども、裏ではなということでニュースになるんですが、この宮根誠司というのは、これね、表見ていてもなんとなくムカムカっとくるもんですからね、私もそうですよ、そうでしょう。 もう本当にふざけてるような態度と言いますかね、横柄な感じが露骨に出てるもんですから、当然こうなってこれ来るわけなんですよね。どうですか、皆さんもこういう意見じゃないです。でね、私がいつも、ね、この宮根誠司という男、まあ、非常にもう気にかかるんですけども、たまにパッとテレビをつけてね、ミヤネ屋やってますとね、この人っていうのは半分以上カメラ見てないんですよ。 何見てるかって言いますとメインのモニターばっかチラ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 見てんですあれ皆さんどうですか見ていて違和感ありませんこれアナウンサーだったらメインで写ってるこのカメラを見て視聴者に対してああだこうだっていうわけですよところが今メインのモニターを見てどんな絵がお茶の間に流れてるかってそればっかね目線がずっと追ってるんですよねでこれはねみんな気づいてまして極めてあれが不快なんですよでこの手の人っていうのはね自分がどう映ってるかってことがやたら気にな なるんでしょうでネット界にもそういう人物いますけど誰かわかりますかねはい保守派の論人とされます常年司さんでございます彼のネットこれはね、えー、昔の虎ノ門ニュースもそうなんですけどもとにかくねチラ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 ね、メインのカメラに目を落としてどう映ってるかなってことばっか気にしてるんですねあれを見るために私はこのね宮の誠子とこの常念司という人物がものすごい被っちゃってはしょうがないんですよねはいここにもいろいろ理由書いてありますけども他人のことは厳しく追求するんだけど自分 不倫でではね歯切れが悪いとで海外ロケの電子タバコも韓国で平然と吸ってたんですけども謝罪っていうのはしょうがねえなって感じでペコッと頭下げてなんで俺が謝らなくちゃいけねえんだってまあそういう雰囲気でしたよね。さああとはねこの青井稔さんまあこの人はねうんちょっとまあ不倫がどうのこうのとかねちょっと受けが悪いみたいな話そしてこの武田真一さんというのは言ってることにねなんか迫力がないとかね <laughs> まあまあごらえば言うのは勝手でございますけどねそんな意見がありましたよね。さあそして最後は、はいこれをお見せしましょう。 いやあのね、もう一戦引退しましたけども、ひどいですよね、これ、ミノモンタありましたでしょ、これ生放送ですよ、パッとカメラがね、最初に映っちゃったもんですから、お尻触って、これ明らかに触ってますよ、で、それがね、お茶の前に流れちゃったんです、で、このあとね、大慌てでミノモンタ気づいたもんですから、揉み手をしながら、あれーなんてごまかしてたんですけども、これ、残っちゃってますよね、でね、こういうね、コメンテーターといいますか、MC で、ほんと腹立つというのは、大概ね、偉そうなことはみんな言うんですよ、

今の総理大臣は何やってるんだとか国民のためがどうのこうのとかね、下り顔で大冗談に構えてそういうことをのたまうと。ところがこれを見ても分かりますように自分はね、生本番で女の子のお尻触ってるんです。でいかに麻痺してるかって分かるでしょ飲み屋の席、もちろんダメですよ。そこでもダメなんですけども、こうやってニュースをやってるね、こういう番組、生放送で手を出してるんですよ。こういう人間がもうバッコしてるってことになるんでしょうね。 というの動画がかったと思う方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。えそして第2チャンネルもですねお登録者1400人までね増えましたね、20日ぐらいではいこちらの URL も概要欄に貼っときますので皆さんよろしくお願いいたします。それでは